お前のようないい笑顔にたくさん出会えたんだろうな。ナルミ兄ちゃん。ま、俺はお前に出会えただけで十分だけどな。マサル、お前は笑ってろよ。泣くことがあってもいい。歯を食いしばることがあってもいい。でも、それ以外の時は笑ってろよ。ナルミ兄ちゃん。伏せてろ、マサル。だって、だって、ナルミ兄ちゃんが。忘れるな、マサル。何かあったら心で考えろ。今はどうすべきかってな。そして笑うべきだと分かった時は泣くべきじゃないぜ。なあマサル。ナルミ兄ちゃんは消えた。ナルミ兄ちゃんからたくさんのものをもらった。僕を残して。でも残った腕だけは僕を守ってくれているようだった。忘れるな、マサル。何かあったら心で考えろ。今はどうすべきかってな。そして笑うべきだと分かった時は泣くべきじゃないぜ。助かったんだ、助かったんだよ、ナルミ兄ちゃん。ナルミ兄ちゃん、ナルミ兄ちゃんがいなくなってから2ヶ月が経ちます。ナルミ兄ちゃん、僕は元気です。とは言ってもあの時の怪我のせいで入院がだいぶ長引いちゃったけどね。でも今日は久しぶりの小学校です。お坊ちゃま、ナプキンを。白金は今ストローサーカスを辞め、僕の家でメイドさんとして暮らしています。いつまた僕が襲われるかもしれないからそばで面倒を見たいって。それはとても嬉しいんだけど。はい、お坊ちゃま。あーん、やめてよ白金、自分で食べられるから。そうですか、失礼いたしました。ちょっと過保護です。行ってきます。あれ、その格好。今日から一緒に学校への登校させていただきます。あ、そうか、白金今日から高校生だっけ。はい、サイガのお名前をお借りして高校に編入することができました。お坊ちゃまの学校の隣ですから、何かあったらすぐに駆けつけます。おはようございます。どうぞ。ありがとう。でもいいんだね、白金。そうですね。しかし、二人で歩いていきたいんだよ。おい、あれマサルじゃね。ああ、お久しぶりの学校かよ。俺たちの獲物復活。それでは私は隣の高校に行きますので。うん、またね。いいですか、くれぐれも目立たぬよう。それでもいじめら
とされてたんだっけ。あの時に比べればこれくらい。なんだあいつ笑ってやがる。以前はすぐベソかいてたのにな。最後。あ、おはよう。超久しぶりじゃん。どうだったの海外旅行。海外旅行？何よ、先生からそう聞いていたけど、サイガは長期旅行で学校休むって。あ、そうだった。うん、楽しかったよ。いいなあ、お金持ちは。今度はゆっくり話聞かせて。何が海外旅行だ。余裕かましてられんのも今のうちだぜ。オリエ、また始まったよ、梶山たちのいじめ。うん、ムカつくことはムカつくけど、サイガも悪いのよ。いつも軟弱でさ、いくら私がクラス委員だからって助けてやる気なんてないわよ。ええ、うまいね。キリッレイ着席。血管の膨れた頑丈な手をいろりの焚き火にかざしながら、それからそれと愉快な狩りの話をしてくれました。その中に今から35、6年。何、梶山君。久しぶりに学校に来て何の挨拶もなしかよ。俺たちの使いっぱのくせによ。あ、ごめんね。あの、なめんじゃねえ。あまじっと。やめなよ梶山。サイガが何したっていうの。何？オリエ、なんだよ。お前マサルのこと好きなんだろ。違うわよ。だったら引っ込んでろよ。お前もマサル菌の仲間にすんぞ。やめてよ梶山君。上田さんもいいんだよ。僕ならいいんだ。何言ってんのよ。あんたがそんなんだからいじめられるんじゃない。うん、別にいいんだ。何笑ってやがった、バカにしやがって。こいつ違う、今までと違う。最後ごめんね、脅かしたくなかったんでバンダナで隠してたんだ。でもどうせ分かっちゃうのにね。次の時間体育だから、こんなこと言いふらすことじゃないけど。僕が学校を休んでたのは旅行に行ってたわけじゃないんだ。僕すごく怖い目にあって、世の中には人を殺すのを何とも思ってない人たちがいるって知ったんだ。これはその時に負った傷なんだ。だからそれに比べればどんなにいじめられたって何でもないんだ。何笑ってんだって梶山君聞いたよね。それは僕を助けてくれた人がいて、その人はどんな時でも負けなかった。どんな危険な時だって笑っていた。だからその人みたいになるには僕は笑わなくちゃ、笑ってなくちゃいけない。さあ、最後。何？あんた変わったよね。そうかも。変わったよ。さっきの梶山のこともさ、一体何があったの？あんたを助けてくれた人がいるって言ってたけど、どんな人？うん、一人はフランスの女の人だよ。隣の高校にいるんだ。真面目な白金のことだから高校でもうまくやってると思うけど。虚しい喝采を思い出さぬがいい。いつまでも耳や肩に残るものがあっただろうか。眠るがいい。
柔らかに青む化粧鏡の中に。すげえ、本当に外国人？いい声や。僕が白金の思いを知ったのはからくり屋敷で怪我を負い入院している時。お坊ちゃま、私はあの時加藤に笑ってあげられなかった。加藤がゾナハ病で苦しんでいるのに、彼を癒すには人の笑顔が必要なのに。だから私はもう。あの時笑顔を必要としていた鳴海兄ちゃんに白金は笑ってあげられなかった。だから白金は鳴海兄ちゃんのことを忘れない限り笑うことができない。でも鳴海兄ちゃんを忘れることなんてできないよ。ねえ、教えて鳴海兄ちゃん、どうしたら白金は笑えるようになるんだろう。ねえサイガー、それで白金さんは今度はどこのサーカスに入るの？え、サーカス？そうだよ、もともと団員だったんでしょ。また入ればいいのに。私見てみたいな、白金さんのサーカス。そうか、サーカス。